オレアースによる、オーレーテューヤー立つの場面を描いた、紀元前360年頃の赤い色老いのノコ南イタリアのプリッテア州出土。ルーブル美術館所蔵。オーレーテューヤーは、ギリシア神話の女性である。長母院を省略してオレーテューヤーとも表記される。アテーナイの王、エレクテウスとその妻プラークシターの娘で、ケクロプス、パンドーロス、メーティオーン、プロクリス。 クレウサ、クトニアーと兄弟。北風の神ボレアースが彼女に恋をし、力づでさらい、二人の間に娘クレオパトラーとキオネー、息子カライスとゼーテースが生まれた。オイデウスは変身物語の中で、オーレーテューヤへの北風の神ボレアースの恋を、先代のアテーナ王、パンディオーンと結びつけて語っている。それによると、トラーキア王テーレウスは、 パンディオーンの娘プロクネーと結婚したが、さらに彼女の姉妹ピロメーラーをトラーキアに連れ去り、関係を結んだ後に真実を話すことができないように、彼女の舌を切り落とした。しかしプロクネーは、夫のピロメーラーに対する仕打ちを知り、息子、イッティウスを殺して復讐した。このような出来事があったために、トラーキアとの関係が悪化し、同時に縁のあるボレアースは敬遠されていた。 やがてボレアースは何度求婚しても会がないことを悟ると強引にオレーテューヤをさらい空を飛んでトランアキアに連れ去ったピーテル・パウル・ルーベンスの1615年頃の会がオレーテューヤを略奪するボレアースウィーン美術アカデミー所蔵ありがとうございます